ございます。今日は京都に来ています。出町柳のあたりから商店街を入っていきます。バイバーイ。やっぱうるさいなそれ。あ、でも中は静か。すごい色。場所ね、定かでないんですよ。あれ？あ、当たった。来ました。こちらです。ここ、看板かわいい。あ、俺あの前大ちゃんと行ったとこしか知らない。じゃあ初の。そう、そう。名前は一緒だ。おお、ここが。あ、ここ気をつけるから。自然な。自然な感じ。ちょっと見ていきましょうか。はい、あの新しく入手していただけ。11プロ。はい、まあそれ持って行ってもらったら、まあ何人それ。せーの、こんにちは。京都に来ていますね。どうですか、ここ。落ち着きますね。うん、そう、そうでいいですよね。はい、そういう。じゃあ、そうの今日のゲストを。はい。小野沢徹さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。そうの店長さんでもあります。はい。店長さんでマスター？まあ、そうです。一人しかいないんですよ。一人なんで。何でも。5周年をお祝いしに来ました。そうなの？そういうわけ。そうですね、この場所で5周年で。あ、この場所で5周年。前のところも入れたら、その。でも実は小野ってね、テニスコーツ初期メンバー。はい、初期メン。来ていただいてました。マエロも初期メン。ぷかぷかも。あ、初期面じゃないですか。マイルは初期面です。大学トリオですね。はい、はい、からお世話になって、もう20年ぐらい前ですかね。それもっと前ですよ。もっと前、19の時に自分はそのお二人に出会ってるので、20数年前。うわ、人生の半分以上。そうです、一緒に過ごしてしまった。はい。活動をね。じゃあそんな小野くんの、ね、久しぶりなんで、はい、曲を今日は教えてください。はい、ありがとうございます。で、曲名はチェスとドミノ。はい、ドミノ。はい、じゃあメモしながら。うん、じゃあ小野くんの、うん、そうですね。自分側でもお二人に曲を教えるというのはすごく恐れ多いと思うんですけど。いやいや、そんなことないでしょ。皆さんのあれで言うとわからないですけど、自分はなかなかこうない経験なんです。いつも教わって、まあ演奏をこうさせてもらってる立場だったから。鶴の恩返しみたいな。まあそうですね。じゃあ、はい。誰かとんだとか聞くと憂鬱になるか。
はい、ありがとうございます。おこのような曲なんですけど、やっていただきたいのは、キーを原曲の、キーに戻しまして、E でキーでこれが原曲のキー、はい、やっていただけたらと思っています。で、まあ、ありがとうございます。キーまで考えてくださってなんかでも楽しくなる曲だね。そうだね、うん、俺まだふわりが分かってないけど、はい、謎なとこがあったから、はい、じゃあ質問する？いや、ちょっとゆっくりやってみないと、はい、じゃあ、おのこれでもパッて聞ける？ちょっとゆっくり確認を一回通してみていいですか？ワン、ツー、スリー、フォーなんになるんだっけ？誰がどうだとか聞くと憂鬱になるけど、普通にそのまま E あ、B、B です。で、最後が E です。 B7 だと E です。 B7 だと E7 ですね。あ、すいません。そこの、E から E7 ですね。ポッとこう立ちにかぶりすぎるね。いや、かぶってないよ。あ、こっちまで。あ、うん、あ、そうか。こっち。いや、まあ気にしなくていいんで。じゃあ気にしないでいきます。その後ね、ダンツダンツダンツのところね、ハモリを思いついたから、この句が元の方だけです。いいですか、そこ。ここは一緒、あの A と一緒です。ここじゃあ結構長くやります？もうちょっと、ね、もうちょっとだけ、はい、倍ぐらい、倍ぐらい、なんかあれだね、ここぬいぐるみとかが出てきて踊るところじゃない、はい、まだ余裕ないですねそうですね、これ歌詞に出てくる。ここの商店街、何商店街って出待ち？マス型商店街、マス型商店街で一番明るかったんじゃない今なかなか明るいけどね。あ、明るいね、うん、そう、真っ赤かな、あの果物を売ってるとこすごかったなんかすごいですね、ま、ね、目になんか眩しい。どうですか？いけそう？だいぶ分かれてます。じゃあ、俺らだけでやってみる。あ、そうだよね。そうだよね。怖いけど、うん、まだできる気しないけど、ちょっとじゃあ、ボカブラどうします？もういいですか？
一回聞いてもらって、はい、これでズタズタなものを聞いてもらってダメなところをもう一回やります、はい、鴨川とか行って鴨川場所移動すごいやる気にあふれてよし、じゃあ一回じゃあテニスコーツバージョン、はい、お聴きください。あチェストドミノ1、2、3、4。いきなりもうクレームですよ、テンポに。あ、止めれば最後カウント出せばよかった。あ、そうか。なの、ちょいちょいでさすがすごい演奏がね。すごいですね。だってもうここ完全に飛びますからね。あ、一箇所ね。ごまかし方がやばかったよね。いやいや、もうごまかせてもなかった。とりあえず詩は読んでくれたみたいな。全然思い出せない。そこを補強しないとさ。どうしよう。どうする。似ていくもやられるんですか。もうそういう修正バージョンっていうのをいつもやる。でもなんか修正したからっていいテイクとも限らないんだよね。結局最初の粗いテイクがいいじゃんって言ってそっちが採用かもしれない。一緒にやって終わる？そうだね。じゃあそうしましょう。お、どっちのキーでやろうか。は？ここで俺いきなりキーチェンジされたらいじめみたいなもんだよね。じゃあ申し訳ないですけど。ちなみに小野のキーって何なの？ A です。あ、じゃあ小野くんに合わせてもらわないといけない。もうギター弾くだけでいいですよ。あ、でもハモリとかやります。ちょっとやりますけど、はい。ハモリ小野くん、はい、私ハモリどっち？自分普通のメインとか歌います。ハモリ知らないんで。あじゃあハモリも行ったり、はい、合わせても、あ、OK です。心強い、結局。じゃあ、はい、聞いてください。チェストドミノ1、2、1、2、3。今日も頑張らないと
咲きなしっぽ丸い花と耳聞きたい。ダンスパランダ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 ンスパランダ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 ンスダンダンダンスダン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 スパランダ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 ンスパランダ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 ンスダンダンダンスダン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 スパランダ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 ンスパランダ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 ンスダンダンダンスダン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 スパランダ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 ンスパランダ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 ンスパランダ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 ン。行ってきます下顔で帰るよ。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかこの辺違ったっけ。絶対完璧にはならないそうです、ね、ようになってました。おまけです。メインかもしれません。完全に物質になってきちゃった。終わらないですよ、これ。あのまだそうここに来たことない人にここの売りとかは売り、まあ、出町柳京阪出町柳駅から徒歩5分増形商店街内にあります、カフェバー SOU そうです。売りってそんな本人に言わせる普通じゃあなんか宣伝と思ってとっても可愛い絵があるんです。はい、あと T シャツも売ってるし、 T シャツもね、ロシア雑貨、ロシア、あ、ロシア雑貨も入る、あ、チェコとか、いや私これ買おうかなと思って迷ってる。これ可愛くないですか。いくらなんですかこれ。これちょっとお高いですね。はい、3号です。35,000 35,000です。ちょっと迷ってる。あとこの人形、これはチェプラース、チェプラース喋る、これさっき発見した。それはあの売り物、預かってる売り物じゃないですか。売ったらやばい、売ったらやばいです。お預かりメルカリとかに出すもん結構売れるかもしれないね。売れると思うよ。